スペシャル。テンコロのスペシャルだからね。とりあえずテンコロからどうします？予報士会のメールかなんかに、うん、はいはい、最近出た本の紹介が、はいはいはい、紹介が、はいはいはい、あその、はい、それ一番上に荒木さんの本、はい、そしていろいろ最近出た本がってそのさなか、うん、この本に関しては本の内容が素晴らしくて、うん、この研究者が素晴らしいプラスイケメンってそういうのね、余計な情報でそれに本持って女の子と一緒にみたいな写真いっぱいあったじゃん。どういうことなの？私は行きたいです実際モテてきたという、あ、そうなんですかちょっと予報士会周りではそういう人が増えて、割ともイケメンみたいな、イケメンがまずイケメンで、はい、とこう広まり始めた、うん、入り口はどうでもいいですか？いいですよ、全然不純な動機で何でもいいです、入り口は何でもいい始まり方は、うん、本が素晴らしいって言うんですよ、はい、これで最初に3本いけないまだもう一個ある、さらにすごい研究者が出てきたぞって書いてある。ああ、なるほど、すごい。予報士会でイケメン研究者と語る会とか企画したらいいです。あ、私なので予報士会です。テンコロ界隈ではなんかいないんですか？テンコロ界隈、あの、イベント担当に40回、40回、40回で関さん、あ、ラジオっぽいファンの人とか初めから見ていただいてる。あとなんだ、テンコロ周りで言って中学の同窓会とか昨日やってた。ああ、はい、すごい、なぜか見てくれてますね。あ、そう。そういえば。え、アラケンのことを。で、あ、いや、で昨日、うんうん、昨日本当に久々に会った人に。はい、私テンコロってやってんだよ知ってるっつったら知ってるよっつって、で、アラキっていう人すごいねって言われました。私アラキとそんな変わらないなと思って、え、どのアラキっつっても私の友達アラキ一人しかいないから、そうそう、だからなんかきっとすごいって思われて、知らない人、全く天気とか知らない人でもなんかすげえみたいな思われて、うん、なんかしらすげえって思われて。なるほど、周りから見ても荒木と知り合いということは結構すごいですお前って見られるわけ。そろそろ引用させてもらおうか、ん、私マブダチだから私年代をしてたけどあの本私が作ったからみたいなぐらいの感じプロデュースは私だからみたいな作ったよ、作らせたそれぐらいのこと言う権利あると思いますよ実際ね。いや、京子さんはそれぐらい言ってもいいですよね実際ね、そう、そういう感じで何回成功したんだろう。いや、そういうこと、本当すり込んでこと見ながら、読みながら勉強しちゃって、これどういうことですかって言っちゃってました。うん、はい、うん、はい、非常にね、勉強になりました、傾向だったから。じゃあ次行きましょう。次行きますか。次大丈夫。じゃあそのまま行きます。佐々木さん。あ、じゃあラジオっぽい。佐々木さんの方でこのイベント中にですね、ラジオっぽい TV の、うん、公開収録をしたい。お。だって参加記念。出た。はいはい。ここにいる人はやっぱり。300回じゃないけども。うんうん。もう300回じゃないけど、ちょっとやりたい。はい。やろうよやろうよ。え、ここにいる人は出れるのかな、その300回記念のスペシャルビデオが。はい、ちょっとだから、うん、このカメラ、はい、やる人やる人あ、俺じゃやろう
素敵に持てたじゃあちょっと準備しますので皆さんしばしご歓談をしばしいつも台本とか聞いてないですよね。でも300回記念だから。あ、なるほど、今回は台本300回記念すべき時にグラグラできないと思いました。さすが、今日は台本ありな。台本ありな、チリスペシャル。あの、本校舎の40期の足崩れです。はい、あー、僕ですか。だから3個ペットを友達に挑戦したいすごい。まだ仕入れてない。あ
これからあの伝説のパーメン三部作っていうやつが出てくる。それがいいと思う。これとこれありました。あ、本当ですか。これはない。これはまだこっちは図書館これから。入れますんでね。
シャルついにやってまいりました。始まりました、ね。はい、記念なので、このようなイベントというスタイルでやらせていただいております。はい。はい、まあ、公開収録ということでですね、皆さんの、あの感じもですね、なんと、もうもったいないことに、はい、そうですね。ジャムステック、モテキ工作さん、モテ作さんにですね、カメラやってます。まさかの、まさかのカメラやってます。すごいやん。早速行きたいんですけど、その前にちょっとご紹介させていただきます。なんと300
記念スペシャル、おめでとうございますということでですね、なんかいろいろプレゼントをいただいたんですけど、こんなにこんなに、ちょっとまずね、すごい衝撃、まず衝撃、こちらご覧ください。これやばいです、これ全部砂糖入ってるから、はい、あのジャムって公的にミキさんが作ってくれたという、はい、どうもありがとうございます。これタイトルなんですよ、多分クッキーです、はい、すごいもう感動すごいです、これね、ぜひ近くで、お近くでご覧ください。はい、砂糖と色だけだ、ありがとうございます。いやー、それでさらにですね、さらに今日あの初参加 の、うん、あの気象予報士仲間、いちまるっちです、ね、いちまるっち、はい、はい、スメルッチ、あの帽子かぶって手振って、とりあえず酒かなと思う、酒、とりあえず酒だということで、酒をいただきました。はい、一丸さん、ありがとうございます。アロマテラピストですね、素晴らしい、さらにいいですか、石川さん、開けてよろしいですか、これ初めて今開けます、石川さんから、はい、いただきました、じゃ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 ん、なんとこれは私ラジオの TV をよく見ている方ならご存知の顔カップ、これね、ここぞという時に私がいつも顔パックで出てるっていうラジオっぽい TV があるんです、あったね、なんとアニマルフェイスパックをいただきました、ありがとうございます、やって出ます、パンダ先生にしてパンダもあるんで、これパンダ先生に言った方がいいですか、今日ね、なんと実はなんですけれども、パンダ先生も来ますんで、おマジで伝説、しかも今日中身出ます、パンダ先生中身出ます、ね、はい、どうもありがとうございます、もう本当にこれからも頑張らさせていただきたいと思います、はい、ということで、はい、早速始めたいと思います、まずじゃじゃじゃん、はい、俺様のカレーを食え、はい、ということでですね、もう始まってからちょっと飛ばしていますので、皆さんもうそろそろちょっとだけお腹空いたかなって頃だと思いますので、はい、カレーをですね、早速皆さんに配給したいと思います、これ配給制ですので、はい、皆さんおばさんの前に並んでいただく感じで、はい、あちらでやりますのでね、ぐちゃぐちゃっとなんか、はい、ぐちゃぐちゃっと、この先の話はこの先でやる、早い、食べるの早い、はい、気持ちいい、みんなこっちだよ。はい、さらに
シアルはインスタントコーヒーとパンパンシロップとチョコレートシロップと味噌入っております。もうね、美味しそうでしょ。すごいね。うん。これ好物は全くもう飲そうです。まず疑問点。なるほど。だからこれらがですね、まあ、適当に深みとかは大丈夫です。大丈夫じゃないですか。適当にコップ深みとか大丈夫です。多分大丈夫です。ちなみに今日ですね、朝から盆栽商工さん館内にあるんですけど、そこの盆栽商工のキッチンで朝から仕事をお邪魔してます。なるほど。気象予報士に何の関連もないんですけどね。
ました。美味しい。
ちょっとなんか見ておきもいいかな感じが。そう
それはいいね。ちなみに、味噌入れろって言ったら。外れたら、ね、考えない、考えないぐらい、当たるから、だって当たるから、そう。
ただいた方の中にもですね、基準講師試験挑戦中の方といらっしゃるということでですね、ちょっと振り返って気象予報士試験、ま、いつ受けたんだってことですよ、てんこちゃん。あ、僕が、はい、てんこちゃん、いつ受けたんでしょうか。1997年です。もう大先輩、クソ先輩です。マジで、はい、クソつけんな、先輩がクソつけんな。先輩にクソつけろ、あえてつけさせていただきたい、はい、97年ですよ。大学生、大学生ですね、はい、あ、その時のテコちゃんの、ね、写真があります、こちらです。NHK の展示予報。
NHK を見てたら、勝手に書きたくなった、うん、衝動が抑えきれすげえNHK ってすげえじゃん。 NHK すごかったですか。あれはね、そうだね、うん、だからね、幼稚園で外で遊んでても天気予報の時間になると、じゃあ天気予報だから帰るわっつって帰るわじゃあっつって帰るじゃん。そうそう、6時53分これ帰るんですよそういうね、ことなんです。だから、まあ、そういうこと、そういうことで、はい、じゃあちょっとこんな変化しましょう、こんな変化しましょう。じゃあね、第42回実技試験、一体何が出題されるんでしょうか。その答えは CM の後、いよいよ当てます。この後、大物ゲストが登場しますよ。誰だろう。ごめんなさい、うまくいかなかった。CM 入りの音楽つけようと思って。はい、CM 入りました。ではちょっとセットを変えます。はい、ここでですね、CM 明けまで30秒ほどありますんで、ここでゲストを登場させたいと思います。はい、ゲスト、はい、今日のゲスト、ゲスト神田先生の中身です。うわI'm not.
強そうですね。ちょっともうちょっと真面目にやりましょう。はい、もうちょっと真面目にやりましょう。2番目、統計的に統合方針実技試験を考えてみよう、ということでですね、ちょっとね、私過去遡ってどんな問題出てたかな、今まで実技試験、実技試験でしょ、そういうのをね、ちょっと遡ってみました。これぐらい過去10回分、実技試験にしますと実技1、2っていうのがあるので20回分統計を取ってみたよ、やってみました。はい。そしたらですね、こんなのが出ました。ザザン来た、わかりますか。なんか見えてますね。はい、つまりこれはですね、実技20回分で換算したところ、なんか多いところはちょっと隠しにしてありますけど、日本海低気圧 25%。 おこれね、なんか日本海を進む低気圧が発達していくパターンが多いですから、そうするとね、問題出しやすいんですね。典型的な前線が通過するとき、どういう気象風変化があるのか、春の時とか、もう2月3月ぐらいの爆弾低気圧、そういうやつ。温帯低気圧でここ45%。そうなんです、温帯低気圧だけでこんだけあるということですよね。だから、そういう意味では南岸低気圧なんて温帯低気圧だけど通る場所が違う。で、時期的には冬とかが多いですね。それで雪のところで雪なんかで案外出てるっていう感じですね。あとは冬型が 15% で、少ない梅雨が梅雨前線の正体が少ないの、意外と多いなと思いました。いや、でもね、20回分やってみてこれだけで、なんかそれ以上に多いの、なんだろう、はい、じゃあ一番多いの見てみましょう。こちら、じゃじゃん、台風。やっぱりね、やっぱりねって思わなかったです。台風がね、バカじゃねっていうぐらいしつこく出るんです。びっくりしました。もうなんか3回とか4回とか連続で出たんですね。で、もう出ないって思ってたら、また出たっつって、で、なんだかんだ言って3回か4回ぐらい連続で出てます。で、最新は違うんですけどね。被害が大きいですね。そうですね。ワンもちょっと大きいということで、つまりするんですよね。そうですね。はい。と思うんですよ。でもね、私としては、じゃあ被害が大きいって言ったら、梅雨前線だって被害大きいんじゃないって思うわけです。でね、ここの私が思うに、この過去10回分の試験の中で梅雨前線が少ないこととか、台風がえらい多いなってことを考慮しまして、これを元にですね、第6巻を用いまして決定しました。ついに私決定しました。最後は勘なんです。はい、これが最後は勘です。最後は勘ですけれども、ついに私決定しました。もう発表させていただきます。これ 100% 当てます。はい、噛んじゃったけど、はい、まず実技1、こちら、はい、じゃじゃん、そろそろ来るんじゃね、梅雨前線の大雨、2012年7月11日から14日九州北部豪雨。はい、これは覚えてますか。これはそろそろ回すでしょ、出し抜きでしょ、出し抜きですかね。熊本とかね、もう大変な被害に会いましたけれども、いかがですか。バイゼンスに来そうですか。なるほど、はい、なるほど、ちょっと待って、私の代をなるほどって一人にしないで一人で考え、一人でやるのか、どうなんですか。いや、バイゼンスに、そう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 バイゼンスにそろそろ来るんじゃないかなと思うんですね、うん、はい、去年も山口福島秋田とか、ね、そうですね、そういう意味ではそんなにいっぱいあるんですよ。だから山口とか島根もある可能性としては、最近の線状の降水帯というカードも、ああ、気
ますね、成長後世界が。ピラグもスクライトとしてみよう。クーピラグも。後で話しよう。楽しみ。楽しみ。はい。そういう意味では、これ、出したほうがいいし。出したほうがいいし。そこで違う。その将来的には、ここに公開気圧の影響も変わらないんじゃないか。そうですね。それ、その高気圧の影響みたいなことも、その問題と答えさせるようになるので。大変重要な役割を果たしてみたい。そうですね。ちょっともう、勉強させていただきました。ありがとうございます。ではね、水はね、あの問題作りにくいんじゃないかな。よくわかんない。
あ、これで大丈夫ですか。そうですね。そう、つい先日台風来ましたね。はい、なんとその台風結構お世話になったじゃないですか。はい、そういう意味ではですね、これこんな問題ね、じゃじゃん、大穴。逆にね、逆にね、50年に一度の台風、千葉に上陸、関東南部時間7ミリ。そして風1、2メートルみたいな。強風域だけど、どこで強風がみたいな感じになっちゃった。台風が明け方に伊豆大島です。はい。ちょうど大島付近に通ったんで、うん、風が6メートル。こういう台風もあるんですよ。大笑ってか分かるんですよ。出し難しいですよね。だから逆にだからちゃんと見ないと、現象をちゃんと見ないと、こういう台風もあるんだっていうね、個性として、全部台風だったら、はい、強風域 何キロとかやったら、そこ全部が15キロメートル以上吹いてるかって言ったらそんなことないし、50年に一度だからって50年に一度のまま来るわけでもないわけですよね。うん、あれなんで弱くなったんですかね、っていう体がいずれちゃんと問題になるのに、そう、だから そうやって、いや、もうすごい前振り、すごい素晴らしい前振り、素晴らしい前振り、ありがとうございます。もう本当に次につなげやすい。いや、実はですね、テーマ3つ目にそのままドドンと突入していきたいんです。実はこちら、はい、無茶ぶりな質問、無茶ぶりな質問っていうのが実は来ました。はい、テンコロのですね、 e ラーニングの気象予報士講座、時々質問が来るんですけれども、大体過去問とかはね、過去問でこんな問題出たんですけど、これどういうことですかとかっていう内容だったり、講座の内容だったりするんですけれども、今回なんと、この間の台風の件、台風の件、はい、質問が来ました、はい、ちょっとね、これ皆さんにもね、ぜひ一緒に考えていただきたいなと思いまして、持ってきました。読みます、はいはい。今回の台風で、長崎市内の学校では、水曜日短縮授業、木曜日は臨時休校となりました。はいはい、しかし、全くと言っていいほど影響はなかったように思いました。なぜでしょうか。天気予報も以前に比べよく当たるようになってきたと思うのですが、あれだけ大騒ぎしていた割には何もなく、まあ何もないのはいいことですが、台風の影響がなかったのは台風が弱まったからなのか、進路が少しずれたからなのか、ここまでしか予想できないものなのか、まあ昔から思ってた素朴な疑問です。ごもっとも、ごもっとも。そしていざ影響がなかったってのは、それ長崎がってことですね。そういうことですね。長崎の方なんで、長崎のことを言っています。はい、まあ当然関東の人も同じように思ってた人はいると思う。今回の事例いいっすね。はい、いいっすね。さあどうでしょうか。無茶ぶり、無茶ぶって、はい、無茶ぶってぶん投げてみました、皆さん。はい、そうなんです。これこういうのが来ましたね。で、皆さんというか、この意見いただいた方にもちょっと質問はしてるんですけど、ね、逆にどう思いますかって、だって講師の勉強してる方だから、どうしてこうなったと思いますかとか言って、時間稼ぎしてます。私は長崎でこうなった理由は分からないので、うん、なるほど、はい、現地じゃないしね。なんでですか。だからあんなに大騒ぎしたのに、何もなかったんじゃなくて、何もないのに大騒ぎしちゃったの。そういう一面もあるんじゃないかと思いますね。だから例えば一個、さっきの話じゃないですけど、はい、沖縄あたりにいるときに50年に一度だって騒ぐのは素晴らしい、すごい、まあそうでしょう、そうですね、そうでしょうって、それで特別警報出すっていうぐらいまでテンションを上げるっていうのはいいんですけど、じゃあその状態キープできたかっていうのをちゃんと解析できたかなっていうのはあるのかなと思いますね。
予測です。モデルで見たときにモデルでこう弱めてきている、モデルで弱めてきている理由は何だろうとか、あと実況でやっぱちょっと弱い、どうやら弱くなってきてるのって言ったときに、それをこうどう解釈したのかっていうのがちょっと疑問かなと思いますね。だからそのままの勢いで持ってこさしちゃったんじゃないかと思うんですよ。天守長崎とかあたりで、今ね、あの見方があるなと思うんですけど、そのオーソドックスな台風の姿って真ん中がね、すごく中心に集中性が強いので、それで中心の近くで育てたりするので、その中心集中性が強いという構造がちょっとなかったよね、真ん中がぐっと引き締まる感じがなくて、ちょっとダラッとなったような構造には見えない、ね、あとやっぱちょっと一番強く吹いてる風が少し、あ、結構遠いところにあるのねみたいな印象はありましたけどね、っていうと考えると、じゃあ中心がどこに上陸するかっていうことじゃなくて、中心がどこに上陸するからどこが気をつけなきゃいけないかっていうのをいつものパターンとして言っちゃいけない、通り転送に言っちゃいけなかったかなと、そんな風に思いますよね。長崎の人なんて言ってんのさ、なんて言ってましたっけ。長崎にも友達いるんです。おーおーおー。でね、この話またぶん投げた、そう、ぶん投げましたね、ぶん投げました。そしたら帰ってきましたよね、はい、なんて帰ってきたんですか。なんで帰ってきましたっけ。なんで帰ってきたんですか。まあそもそもね、福岡あたりに突っ込んでくる、ね、最初はそう、突っ込んでくる、福岡から日本海方面に突っ込んでくる予想だったんですよ。ですよね。だから、まあ、多分テンションとかも、情報のテンションとかも上げたんだと思うんですけれども、やっぱりこう時間が経過してこっちに近づくにつれて、あ、違くなってきたなっていう印象は、やっぱり福星さんがデータ、その予測資料を見るになってきたんだなという印象を持ったと。次第にね。はい、次第に。次第にです、次第に。それで、なんで私がメール転送したメール見なきゃいけないの。これいいこと言ってたんですね。まあ、何でしょう。まあいいことっていうか大事だなと思ったのは、あの騒ぎすぎは見逃しよりいいと思うけど、刻一刻変わってたよね。だから最新の情報っていうのが結構変わってきてたんじゃないか。だけどやっぱちょっと情報を伝えるときに一歩後ろのとかちょっと遅れたものが遅いもの、遅いというか古いものがこうわーって出ちゃう、ちょっとこうインパクトの強い古いものの方が浸透しちゃってったんじゃないかなというのが、その長崎の方からもらったメールで思いましたけど、はい、インパクトね。もう大丈夫っていう情報を出すのすっごい勇気になってね。あ、そうですね。そう思います。あの特に長崎のあたりはもう大丈夫はちょっと難しい、言いづらいのかな、まあ、近いから、ね、近いから、うん、天気図を見るとやっぱり輪がしっかりね、陽線がキュッとなってて台風っぽくなってるんだね。ただそこの北側にちょっと気圧が低いことがあって、その低圧度は日本海側を一緒にこう進んでったっていうのはどういうことになってたかなって考える必要があるな、ね、だからね、こういう出し物はね、とても面白くてすごいありがたいんですけど、すげえ難しいんで私一人では解決できないんです。だから私個人にぶん投げられてもちょっと難しいということでね、今日はここに持ってきたのね。ヨコさんの環境で、ね、メソ解析も使えない。メソ解析も使えない。いや、GSM の解析もあるんですけど、うん、使えます。茨城の実体構造を三次元的に解析したいじゃないですか。解析してるんですけど、例えば山地に当たって、なんか地上天気図で見ると、北側になんか平野部ができてるとか、はいはい、
南側にアメリカがあるみたいな、うん、そういうふうに地上だけ見てるとそういうふうに見えちゃうんですけど、うん、でもその三次元的に見るとそれがちゃんと繋がっていて、うん、その言いたいことを持ってる国とかって分かると思うんですけど、そういう解析士とかって使えるリアルタイム、使えないですね。準備やるためには使う。やっぱ解析ってあるんですか？普段使ってる情報は何を使ってるんですか？もう実況、まさに観測値だけ。解析値は使ってますか？解析値は、MSM は使ってますか？ MSM は使ってます。うん、ね、MSM は使ってますね。MSM の初期値はどのぐらいのタイミングで入るんですか？その食事だけ解析していってね、アップデートできるわけなんですか。あ、そうですね、そうですね、うんうん、だからそれを見ていく中で、うん、例えば地上に持っている北側の低気圧が解析されてるけど、うん、これは本当なんだろうか、その別のなんか同じものをその山頂を与えるからそういうふうに見えてるだけだったっていう、そういう判断もできると思います。うんうん、その辺とかってどうですか。あ、ツールがあると思うんですね。見られることはですね、見れますね。でただ例えばそれを予報で、はい、こういうことだなみたいなのをすぐ瞬時に判断する能力はちょっとないですね。あ、私に出る予測の情報じゃなくていいんですけど、うん、後解析で、うん、解析して見ていて現象がどうだったかっていうのを後追いでもそういうふうにできる。うんうんうん、その時予測としてこれからどうなるっていう議論ができなくても、後解析でこれからどうなるっていう議論がいろんな人ができれば、その例えば仕事の人間だけじゃなくていろんな人がそういういろんなその観点からその現象に対してアプローチできるようになるし、そういう情報を持ってるんですかっていうのを私は知らせるの解析値だったら、見られる一部の人になる。それだけ使って、うん、解析することもできる、うんうん、そうですね。そう、で、うん、解析することはできると思います。そして、します。こうだったんじゃないみたいな話はします。うん、そしたら投げてください。そしたら、ご先生さん、その大切な反応すると。ああ、そうですね。こうなん、こうなん、ちょっと上書きされてるかもしれない。あれ、処理人。例えばそれはいいんですよ。その当時の最新の処理人、当時の最新の処理人で、だんだんアップデートして、最新を作っていって、その最新の情報を組み合わせていって、その自分解析をするかっていう感じで、それがすごい最初に。例えば、予報でね、やっぱり出していかなきゃいけないじゃないですか。もちろんそうですね。ね、でどうしたって気象庁のね予報がやっぱ伝わるわけですよ。ドーンと伝わる。その時に例えば、じゃあ MSM の初期値から見て、あと予測最新の MSM とかを見て、あ、どうもこうなりそうだ。でこっち、確からしいのは衰弱傾向、そして上陸したとしてもここで強風は吹きそうになる、メタのことは起こりそうになさそうだということがいよいよ高まってきたときに、なぜその情報をくれないのか、なぜそういう情報が気象庁から出てこないのかっていうのはすごく疑問です。すごく疑問に思って、そうすると例えば情報ってその今回例えば台風を追っていくときに、果たして最後までちゃんと価値のある情報だったかどうかってちょっと思ってね。そういう価値があるかどうかっていうのを後から評価するのはすごく難しいので、後からでも自分を解析的にできるのはその当時ある手元の情報でいかに最善の策をつけるか、どのシナリオが一番その当時得られる情報の中で信頼できるものなのかというのを判断することが一番重要なんじゃないかと思います。思います。
かそういうのを観測値イコール予測値の検証に含めて、はい、情報を出していただけると嬉しいで、あのね、なんか、わかんない、どうもこの傾向の意味がわかんないぞとどうもこの傾向の意味がわかんないぞと言ったときにですね、うん、あの私の知り合いの予報士さんがお電話をしまして、うん、予報家に、はい、傾向が出ていると、これどうして傾向が出てるのかなっていうことをお電話したんですよね。でも無茶ぶりが出るの無茶ぶりが出るの無茶ぶりが出るのそういうことなんですよ。ちょっと無茶ぶりが出るの。テレビ局、はい、金曜日の深夜、台風が東海沖ぐらいで東京23区の一部の国に警報が出てきました。大雨、洪水。朝の番組をやるにあたり、警報が出たままならば、そういうことをもう伝えなければいけないし、かといって雨は降っていないし、はい、降りそうもないし、どうするの。で、警報出すのは気象庁だったので、はい、ちょっともうこれ聞いてみようと、うん、警報をずっと朝まで継続するおつもりでしょうか。なるほど。台風がありますので、はい、台風がありますので、はい、あのその警報はどういう内容なんですか。浸水害の警報で、浸水害は1時間40ミリ、40ミリの基準のところだけに警報が。そういうのは、予測で出してるんですか。予測で出してるの、ね、予測だと、ニュータイムの予測で出してる、うん、それは、実際の現場の政府の共有があったってわけですか。いや、そんなに、なんか冷静も表示してなかった。LFM とか見られる環境がなかったないので、使ってるのは MSM であったら DSM の方で使うし、 LFM も使うし、降水短時間も使うし、降水短時間はなかったですね。計算してない。それでちょっと迷ったので、でも一応そういうタイプがあるのでっていうふうにおっしゃってましたから、でしたらまあ傾向についてはそういうあれじゃなくて、科学的な根拠があると思います。いや、まあね、科学的な根拠を示してほしかったですね。ぜひ聞きたかった。台風がありますから。台風がありますからじゃない。いや、それは解説する人は分かるんです。台風があるっていうような、わけわかんない解説してる人が分かるんですけど、ね、どうなんですか。なんかあったのか。本判断自体はカットして。そうですね。そうそう。組織として出せるので、個人の方じゃないです。でもね、ぜひ聞きたかった。大変難しかったです、話も。なるほど。テレビですので、はい、千葉に再上陸すれば、やっぱりニュースで速報で出るわけですよね。そうすると、いろんなところからチャットが設定してるので、東京への最接近は何時でしょうか。なるほど。そんなに風が弱いと最接近も分かりませんって。なるほど。いつ近づいたのか多分分からないと思いますよ。気象庁を解析している台風の位置を追跡していけば、どのぐらいなのかと分かるかもしれません。感覚として分からないと思いますけど、でも今から外に中継に出ます、はい、で結果その中継は風の穏やかな雨も降らない中継になってしまう。ですから、やっぱりマスコミっていうのはどこに上陸するか、いつ一番近いのかということばかりに目を向けてしまう。それをそうじゃなくて、よりかするけれども、実際に起こることはこういうことなんですよということを、なかなか言っても、そっちには向かってもらえないというジレンマの中で、ただ、情報としては警報が出ている。やっぱり伝えなきゃいけないだろうと思いながらも、伝え方が近いと危ないとか、そんなことない。ないですよね。そうなんですよ。そういうことも人権があるとか。でも警報が出ちゃったらもう仕方ないというか、そういうことなんですね。その警報自体を伝えなきゃいけないし、けどこの
士としてこう、自分なりによく健康っていうか食事を食べたらそれはあまりそういう現象が起こるんじゃないんじゃないかっていうような思いもあるんですよね。でも言いづらいですよね、健康保険さん。それはずっと考えてる問題になっちゃうんですよ、うん、そのジレンマをね公表するわけにいかないのかな。つまり私がテレビに出て喋るんだろう、例えば、まあでも今今回ね、この画期的なスペシャル30回目のスペシャルで、今このジレンマっていうのは普通は表に出てこないんだけど、今表に出されましたね。これまず間違いなく初ですよね。この出します、どっと出しますよ。まあ、あのピーとか入れませんからね。あのモザイクかかったあの出だしの3秒自分モザイクすいません、練習でやってあの無理なんで、そのまま隠し味を出そうっていうコンセプトなわけじゃないですか。まさにそういうことで、まさしくそのジレンマは隠し味になっちゃってるわけですよね。で、気象庁も多分なんかいろいろあると思うんです。あ、そうですね、解説は台風ですからだけど、本当は警報根拠はもうちょっとこういうところがあるので、実は無理じゃないですかね、そこは問題だと。でもこっちがこっちがで、テレビ局側としてはこういう問題があるんだけど、じゃあどうしようかなっていう判断のタイミングがちょっと合わなかったりとか出てこないですよね。そうですね、まあ、それを出した方がいいんじゃないですか、ね、思うんですよ。出していかないと。実は最初に電話した時に話し中だったんです、うん、あそういう電話が結構来てて、ちょっと出してた感じが朝その問い合わせがあって少しだけまたパンダが分かるパンダ方がいろんな方がパンダ以外が問い合わせが来て、その方が多分電話に出た方が少しばかりちょっとイラッとしたら、ハクアッとみたいな感じになっちゃう。少し出たしとしてはちょっとそういう対応でもおかしいですね。そうです、あのそうだと思うんですけど、やっぱりそれはちょっといろいろやっぱワンパン実際その現場にいる人で、電話対応専門の人っていうのはないんですよ。そうですよね。実際その現場にいる人は現業作業をやりながら電話対応を受けてるわけなので、その実際今そのもう警報を切り替えなきゃいけないっていうタイミングになってる時に何回も何回も電話かかってくると、あの実際私はそういう電話を受けるというか、今警報対応中なんで文字で来てからかけてくださいって言って来てました。それはごく自然なことです。だって防災情報を最新のものにアップデートして、その防災情報を発表するということが、それがミッションなわけです。先にすべきは。だからそうね、素晴らしい対応、こういうことじゃないですか。だからそう、ああ、忙しいんだ。確かに忙しいと、いろいろ最新の情報を出さなければならない。今まさに忙しい時間だから。だから、そういうなんか解説をしてくれる人をつけてくれるんだけど、その前にないんですよ。1個の問題は正直にお金がないことがあって。出てきたね。出てきた。問題出てきた。でももう1個は、隠し味を隠したままにしてるか。テレビはテレビだよ。それは、ね、隠し味じゃないんですよ。隠し味じゃなくて、そのレシピを見せてくださいって言って見せる時間があれば出してるんですよ。あ、だから気象庁側はね、そう、気象庁側はそれでいいんですよ。だからそれをその隠し味っていうふうに取られてしまってるっていうのは多分心配なんですよ。俺今気象庁側のことを隠し味っていうよりはテレビ局の事例なんですよ、僕が隠し味。だからその事例はそのものがそういうやり取りの、意思疎通ができないところから生まれてるやつだから、まあ、それっていうのは、ね、結局はそこなんていうんですか、意思疎通ができた上でそのお互い納得できれば隠し味じゃなくなるんです。オープンで、まあ、そうあるわけです。そうで、まあ、言う人がいないっていう意味ではですね、ラジオっぽい TV なんて、なかなか50人ぐらいスタートはね、スタートは50人かもしれないけど、はい、置いとくとだんだんこう拡散していってですね、
じんわりとボディーグローのように広がっていくんではないかな。確信犯的に狙っていこう。確信犯的にはそうですね。山田さんのメソ研とかに話してる。俺がやるっていうね。乗り込んでね。そんなことやっていく。メソ研で話したい。こういうところに荒木さんが来たみたいに、その不合格の人とかが菅田君なんか飲みに来たりすると、あの時どうだったみたいな話ができるから。ああ、なるほどね。それやりたいですよね。だからね。それだったら気象庁の上部気象庁できる。俺上部の人とすがる飲みたい。すがるい感じで。まあちょっと最後良かったですか。なんかこれこんな討論というかこれ話かなり役立った話じゃない。はい、良かったなって思います。次の話からだいぶ遠ざかりました。あ、でもね、電気を考えていただく、これから電気の勉強する方にはそういうこともあるんだなっていう一つ覚えておいてほしいことかなと思います。答えを当てて資格取って終わりではないのは、うん、今の感じからするとすげえよく見えたね。そうですね、はい、と思います。そういう意味ではもうこれちょっと役立ったんじゃないですか。300回やってて初めて
横浜ハーバーのダックワー抹茶8個、バニラ8個、チョコレート8個、ストロベリー8個でございます。はい、皆さん好きなのを持っててくださいね。ねえ、このスタッフのさ、ねえねえ、パパ、このスタッフあとラムネード使う。続きますか。あ、ないです。今日はね、持ってこられませんでした。これ、ドライアイス。軽く痛かったな。これドライアイス。あ、これドライアイス。あ、先いいんですか。ありがとうございます。今日二つあるかな。今日20人くらいですか。今日20人くらいです。今日ね、一人二つあります。はい。ああ、これマキャット。これね、渡されたんですよ。ゲームを持ってたから。はい、公園で公園で発生した。すごい。
数百人したの。でそれができないの。俺らが実際に生の声で言う。
こっちも出している状況を出しているっていうのは、まあ、人たちが出ちゃったな。
いやでもそれは本当そうなんだ。